では続いてこちらのコーナーに参りましょうか。今日もお写真拝見のこの覗き見コーナードン。はい、カチャリやってまいりました。ここからはお手相とは恐縮ですがね、コメンテーターの皆様方がご自身でお撮りになった写真を拝見しつつ、プライベートの一面だったり、あるいは貴重なお仕事先のワンショットだったりと若干の覗き見をお許しいただくコーナー参りましょう。有本香織さんの今週のトラドリ写真どうぞ。またたまりませんね、もうこれは分かりました、分かりました、はい、いやいや、おとといまたお邪魔したんですよ。あ、おととい、あ、そうでした、はい、ありがとうございます。はい、ちょっとね、この、まあ、虎ノ門からそれほど遠くないところで、はい、一昨日ある集まりがあったんですね。でその集まりがありまして、はい、その集まりにいた、まあ、ある人がですね、はい、まあ、国会議員ですけど、はい、どうしてもラーメンが食べたいと。あ、ではということで、どうでしたか、はい、まさか、お邪魔したんです。あの武田さんの、うん、ありがとうございます、はい、おー、そうなんですよ、武田さんちの、ラーメンにクレソン乗せてんのうちの店ぐらいですよね。、はい、これクレソンですか。そうです、そうです。いや、あの貝割れとかじゃないですよ、クレソンです。いや、でもね、写真で見てもあのスープのあのこの艶が違うね。この澄んだ感じがね、有本さんがね、前回その、はい、ツイートとかしていただいたおかげで、それ見てきましたってお客さんがいっぱいいらして、ありがとうございます。いえいえ、そんな絶妙の連携プレーがね。で、一昨日もね、あのちょうど私たちは入ってくる、出てくるお客さんがいたので入れたんですよ。そうですか、満席でした、はい、いや、私ね、こういう感じのラーメン大好きなんですよ。ちょっとね、豚骨系苦手なもんですからね、私もちょっと豚骨系はもうさすがにね、これはね、はい、もう今からでもいただきたいですね、これね、うん、でしょ、たまりませんね、このチャーシューの具合とか。そうそう、このチャーシュー美味しいんですよ。ありがとうございます、ね、はい、ちょっとね、ビールのあてぐらいにするとすごくいい、うん、はい、あて、いいですね、はい、化学調味料を、ね、使ってないので、ラーメン屋さんとしては珍しいと思います。だから前回も言いましたけども、ヒノキの箸を使っている。せっかく化学調味料なしで作ってるのに、生物兵器ぶっ込んだら意味ないですからね。という話をして、一応食べてもらったような次第ですね。ありがとうございます。武田さんのご専門も憲法からラーメンまで、どこまで振り幅がっていうね。あ、私あの専門はラーメンですので。いやいやいや、ちょっと待ってください、なんかもう。この前のね、井本さんじゃないけど、出してるでしょ、もう。この前の井本さんじゃないけどね、あのラーメン屋もやってて大学の先生もやってますみたいな2人で、そんな珍しい2人が揃うなんて。じゃあこのラーメン5本も出していく。憲法学者がラーメンやってんじゃなくて、ラーメン屋が憲法学者やってるんです。なるほど、はい、で、YouTuber でもあるんですね。はい、ラーメン屋が YouTuber をやってるんですね。やってるわけですね。じゃあちょっとお名前のプレート書き換えなきゃいけないかもしれませんね、ご紹介のね。結局ね、うちの、 あのチャンネルバン食らったじゃないですか。でね、こいつ困るだろうって、うちラーメン屋ですから、別にそれで、それで食ってるわけじゃないんで、別にYouTube なくなったかって一つも困んないんですよ、別に。バンされても麺があるっていうね。そうですね、ラーメン屋ですから。店燃やされたら困りますけど、別にあのチャンネル燃やされるのは別にどうってことない。また作ればいいだけの話ですからね。はい。